もしご愛想お願いします。お、もしもし、あ、もしもし、はっ、メルメルさんじゃん。え、メルメルさんだけど、メルメルさんなんか五目並べやろうって来たから、うん、来ました。来たー、メルメルさん来たー。何いや、メルメルとミユコ五目並べしたいなと思ってたんだよ。急になんか怪しいな。いや、全然怪しくはないんですけど。メルメルとしたいんだろう。やっぱメウメウとはさ、2023年さ、あの仲良くさせていただいたからさ、うん、ほら、うんうん、やっぱやりたいなって。そう、ね、確かになんか前もいい勝負だったし。え、そう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 、やっぱ熱い勝負ってさ、だんだん大事じゃん。すごい不名誉だけど、まあ、そうね、うん、じゃあ今日はちょっと白黒はっきりさせるか。あ、いいよいいよ。俺ちなみにミコに、あの、負けたらメウメウは2023年に舞い戻るっていうことがありますけど。え、なんでなんでだよ。じゃあ、みこち負けたらどうすんの？え、みこが負けたらまだ23年なんだけど、もしめいめいがみこに負けたら、めいめいも23年に、うん。で、みこが、あの、新年を迎えるっていう感じでしょ。え、置いてかれるの、めるだけ。勝てばいいんだもんね。そうそうそう。よし、じゃあ、みこちに負けるわけないでしょ。え、でも前回どうだったっけ、前回。前回は、え、どうだったっけ、負けてた。メルメル負けてたのって。え、どっち、どっち、どっちだよ。メルメルが負けてたんじゃない。いや、そんな。来た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 。違うよ、絶対嘘。まあ、ここで決めるから。ここで。やっちゃおうかな。ちなみにみこ今結構アドレナリン出てるから。いい、でもさ、今配信見たら11杯中って書いてるんだけど。まあこれはね、まあ、まあ数は数だから。え、ってことはさ、11回練習してるってことでしょ。そう、11回練習はしてる。まあハンデだよね。まあハンデではあるね。それで負けたらもうちょっと文句言えないよな。じゃあやめて、あのハードル上げるのやめてください。精神攻撃していくから今から。やめて、精神攻撃やめて。メンタルギアだからこういうのは。そう、さっきもメンタル引っ張られそうだったから、みゆここじゃない。メンタル、ここだ。みゆこ、じゃあここ。なるほど。じゃあそのみこちの縦の世界線を壊す。みゆこはここ。なるほどね、横の世界線。横の世界線行こうとしてる。何の話してる、メルメル持ち帰って。え、なんかせ、違うよ。あ、そうやって3個作って。こうだろ。3個、あー、こうでね。十字架作ろうとしてるんだ、みこたちは。うわ。じゃあ作っちゃおう。なるほどね。そしたらば、まあ、今、みこちの手を止めてると見せかけて。あ、ありがとう、そういうこと言ってくれて、どうもありがとう。なるほど、まあ、さすがに気づくか。危ない危ない。さすがにみこちでもな、まあ、言われなくても気づきましたね。うん、そっか。じゃあメルはみこちが白玉だから。みこが白玉。ここだね。なに、ダブルな、やるじゃん。まあね、なんか腕を上げたんじゃない。ちょっと強者感出すのやめてもらっていいですか、ちょっとね。めんまあ、みこちラスボス感。みこずっと2023年言わなかったけど、中二病の毛がありますよね。え、みこちが。いや、なにこれ、みこちなにこれ。これはみこちを惑わすための。神の、惑わされる、神の一手です。出たー、これ神の一手だ。え、これで前もね、みこちと戦ったから、メル。いや、マジこれやめて、ほんとに、ほくろみたいなのやめてよ。わかんなくなるかな。ほくろはなかなか取れないよ。髪の毛行ってきた。みこち今どこ置いた。あれ、え、わかんない。みこどこに置いたかな。あれ、どこ忘れてた。じゃあ、ここかな。じゃあ、ここかな。ちょ、ほくろ気になるから、ちょっと。寄り添ってきた。そう、ほくろはちょっとやめていただいてもいいっすか。嫌だ。
ねえ、これ何これ何これこれ何違う、これはね、もうやめて。メルは先を読んでるんで、ちゃんと先読み。え、それめっちゃ怖いわ。それめっちゃ怖い。怖いだろ、先読みが。やばい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 、本当に考えてんのか考えてねえのかわかんねえところが怖い。待って、なるほど、みこちも先読みか。うん、先読みの先読みって感じ。そうだ、待って、あれ、あ、なるほどね、みこちはそこ。じゃあメルはここだ。ダメ見えるわ、さすがにそれは。なるほど、綺麗に穴が開いてるもん。ほくろを起点にし始めたな、こいつ。くそ、ほくろ起点にすな。うわぁ。じゃあ、ここらへん。ここだ！ダメ！やばい、予想展開。予想展開なの。メルの邪魔ばっかしてたら勝てないよ。まあ、それはそう。それは本当にそうなんですけど、惑わされちゃいけないんですけど。もっと攻めなきゃ。ほら。今2個。ここだな。あ、危ない。ここだな。この白玉3連団子潰す。え？え？なんでここ痛む？なんででしょうね。え？意味があるかもしれないし、ないかもしれないよ。え？いや、みこちだからないな。ここだ。なんで？なんでそこに置いたの？まあ、意味がないかもしれないし、あるかもしれない。ここ！ならば、メルは、潰す。なるほどね。そしたら、ミコはここ！やった！ミコチ？メル。そこは。ミコチの負けー。ふーん。ふーん、そうなんだ。やるやん。23年頑張って。やるやん、みゅみゅ。まあ、でもさっきさ、うん、なんかござるのさ、うん、罰ゲームやってたじゃん。あ、やったね。やりたいの。みゅみゅも横に流す。違う、みこちが罰ゲームやるってこと。え、もう負けたから、なんかメレの罰ゲームやってもらうかな。え、みこちが恥ずかしがることがいいんだけど。みこが恥ずかしがること、息をすること。メルに負けて恥ずかしい。え、メルに負けては恥ずかしい。なんで強調したの今。違うでしょ、こんな12連敗もしてさ、恥ずかしいでしょ。いや、なんか気持ちいいな、メウメウのそのバトン。なんかちょっと、え、ダメだ、気持ちよくなってやがる。なんか最近メウメウの声好きなんだよな、みよこ。え、そうなの。そう、なんか立派な声優さんになれると思う、みよこ。うまいし。え、本当に急に褒めて、なんかあんの、みこち。え、特にないけど、なんか本音を言ってみた。ありがとう、嬉しいよ。うんうん、うん。じゃあ、また遊ぼうね。あ、こいつ。後でチャット送るから、じゃあ、それをお願いします。あ、はい。コラボしてくれたみんなもどうもありがとう。だから、メルメルから罰ゲーム届いてんだけど、メル様には構いません。さすがメル様ですと言って、一発芸をするミコチ。一発芸？はい。いきます。メル様には叶いません。さすがメル様です。あー、メル様、あー、メル様、ブーシュー、シュー、おー、ブル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 、ボー、コネル風船、コネル風船、ブー、ブー、ブー、メルメル、ありがとう。よし。
見てたよ。めんさん見てた。